道尻がつまらないと話題ですが、去年の尻の対戦を振り返ろう。オリックス対阪神、第1戦0対8で阪神の勝利、山本由伸を撃破。第2戦8対0、オリックスが反撃で全く同じスコアを得点。第3戦も対4、オリックスが接戦を制し平野劇場で勝利。第4戦3対4、大山のサヨナラ。第5戦2対6、森下の劇的三塁打。第6戦も対1、山本由伸が2度もやられるわけないの日本最後の登板で圧巻のピッチング。第7戦1対7、最後の1戦でノイジーが宮城から劇的スリーランで敵地で優勝を飾る。去年の内容はほんと濃かったし、やっぱソフトバンクダメだわ。ソフトバンク出ると 100% 勝っちゃうし、初戦の山本由伸が当たり前のように打たれて、あ、終わったわって思ったけど、第6戦のピッチングは泣いたな。あれはほんとかっこよかった。宮城くんが今年も去年も最後の登板で泣いてるの見てて辛いわ。特に去年はいい球投げてたし、それを打ったノイジーがすごかった。今年の日本シリーズより去年の日本シリーズを再放送した方が視聴率取れそうなんだよな。お互いエラーなど珍しくあったけど、戦いとしては本当に面白かった。ヤクルト対オリックスも良かったでしょ。山田の2021年の劇的ホームランとか鳥肌立ったし、あれが日本シリーズの真骨頂なのよ。今年の視聴率が低い理由がわかるわ。やっぱり接戦こそが醍醐味であって、明らかな戦力差がある試合は結果わかってるし、剣てても面白みがない。1試合1試合緊迫してて面白かったけど、日ハムと広島の2016も良かったぞ。大谷がまさかに2者連続ホームラン打たれたり、西川が満塁ゆったりと盛り上がったな。ソフトバンク出るとつまらなくなる定期。2019年2020年は変に盛り上がったけど、野球としては全くつまらなかった。第3戦の平野劇場は一生忘れれないわ。京セラにありえないくらいの阪神ファンが押し寄せていた印象しかない。得失点差が綺麗すぎるんだよな。なんかホークス叩かれてるの意味わからないんだが、これが実力ってことでしょ。弱いチームが悪い以外何者でもないと思う。宮城は第2戦すごかったし、あれで完全に流れ切ったよな。由伸打たれたからそのままズルズル行くかと思いきや、よく粘った。最後までご視聴ありがとうございました。こちらの動画も見てくださいね。